ゲオルク・クリスチャンダー、デオルク・クリスティアン・エーダーは、ドイツ生まれのデンマークの植物学者、医者、経済学者、社会改革家である。デンマーク植物史の著者。バイエルンの教区牧師を務めた父親のもと、南ドイツのアンスバッハに生まれた。ゲッティンゲン大学で、アルブレヒト・フォン・ハラーの下で医学を学び、シュレース・ビヒ・ホルシュタインに医師として移住した後、1751年に、 カラーの推薦でデンマーク王からコッペンハーゲン大学の外国人講師として招かれた。植物学の教授に任じられ、すぐに植物園を創立した。1753年からデンマーク植物誌の編集を始めた。これはデンマーク、アイスランドなどを含む当時のデンマークノルウェー連合王国の領土に自生するすべての植物、苔類、地類、 菌類を網羅する画期的な事業であった。エーダーは1758年から1760年の間、ノルウェーのトロンヘームなどの高緯度の高地を訪れ、デンマーク植物史には多くの鉱山植物が含まれることになった。さらに、外国の協力者から植物文献を購入し、コレクションを増加させた。イギリスとアメリカの文献は、 チェルシー薬草園のフィリップ・ミラーから購入し、リチャード・ミードからも大量の文献を購入した。また、ノルウェーの司教で植物学者のヨハン・エルンツとグンナルスとも交流した。エーダーは農業改革にも取り組み、世帯の統計を取り、未亡人の援助に取り組み、農村。しかし改革を進めた失勢をハンフリードリヒ、ストルウンセの没落とともに、反改革。 ハンドイツの風潮が盛んとなり、これによって教授の職を失った。当時デンマーク領であったオルデンブルクで名誉職を得て、当地で暮らした。勃する2年前に、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世から釈与を得た。ヒクカノエデラ族は、エーダーに、懸命されている。ダーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ゲオルク・クリスティアン・エーダーを示すのに使われる。 ありがとうございます。